15世紀から16世紀のスイスのロングソードロングソードは西ヨーロッパの刀剣の一種。ロングソードには複数の説と意味が存在し、バスタードソードの別名であり、片手用の刀剣であるアーミングソードの発展型であるという説と、中世後期に一般化した場上で用いるために、新調した剣の種別であるという説があるが、本校では校舎の説について解説する。 ロングソードは、ローマ帝国滅亡後の民族移動時代に、ノルマン人やバイキングが用いた剣が剣型とされ、11世紀から16世紀にかけて使用された。長剣という名称を当てられてはいるが、これは脇差しに対して、内刀を大刀と呼ぶのと、同じく、ショートソードやダガーなどとの対比で長いとされているだけであって、特別に長い剣を指しているわけではなく、 他の県との差別化のための便宜上の名称である。ロングソードは作られた年代や資料によって形状の特徴が異なり、それによって大きく2つのグループに分類される。全長は初期のものが 80cm から 90cm、後期のものが 80cm から 100cm で、どちらもまっすぐな両刃の葉を備える重量は 1.1kg から 1.8kg である。 1050年から1350年代までの初期のロングソードは幅広で肉厚の葉を持っており、軽量化のために、検診の腹部分に幅の広いトイが彫られている。後期のロングソードに比べて、葉が幅広、肉厚なのは、当時項の製法が確立しておらず、頭身部分を太く厚くすることで強度を保っていたためである。頭身部分の強化には、 焼き入れ法という技術を用いたが、この方法では、歯の表面しか硬化させることができなかったため、長く使用すると硬化した皮膜が剥がれて強度が落ち、柔らかい芯部分のせいで歯が曲がってしまうという欠点があった。葉は切断を期待できるものではなく、主に衝撃を集中するための草として機能していた。 1350年から1550年に作られた後期のロングソードは、鋼が用いられるようになったことで、初期のロングソードと比べ細く薄い刃を持ち軽量化が行われている。この形状の変化は、馬上で戦う騎士たちへの配慮でもあり、細長く鋭い形状を切るよりも、馬上から突くことに主眼を置かれている。 ロングソードはこの時代の主要な剣の一種であり、宗教的な影響を受けて十字架に見立てた形状に作られたという説もあり、仏器として当時の行為のものが使う例も見られている。また、騎手の助任の際に剣を用いるのも宗教からの影響である。長田隆太、中世ヨーロッパの武術新機元社、56ページより、ハービー JS ウィザーズ著、日暮正道役、 世界の刀剣歴史図鑑、原書房三31から33ページ。文脈によっては、西ヨーロッパの刀剣市場に存在する、あらゆる刀剣を、長さのみで類別したものを指す場合もある。ABCDEFGHO 並厚し、図解近接武器新機元社、2006年、54から55ページ、122から123ページより、 ハット ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV1 川忠春、武器と防具西洋編新機元社、1995年10から13ページ ABCDEFGHIJKLMN1 川忠春、武器辞典新機元社、1996年74から77ページより、ありがとうございます。